タイタニックは20世紀初頭に建造されたイギリス船籍のオーシャンライナー。ホワイトスターライン社が保有するオリンピック急客船の2番船であったが初乗公開中の1912年4月14日深夜に氷山に衝突し、その際の損傷による浸水が原因となって翌15日未明に沈没した。タイタニックはイギリスのホワイトスターライン社が来た。 大西洋航路用に計画し、造船家のアレクサンダー・カーライルとトーマス・アンドリューズによって設計され、北アイルランドのベルファストにあるハーランドウルフ造船所で建造された豪華客船である。タイタニックの正式名称、RMS。タイタニックの RMS は郵便船を意味する艦船窃盗時であり、船上でステーショナリーの購入、手紙の投函も可能だった。 タイタニックはホワイトスターラインが保有する3隻のオリンピック休客船の2番船であり、姉妹船にオリンピックとブリタニックがある。諸女公開中の1912年4月14日、深夜、北、大西洋上で氷山に接触、翌日未明にかけて沈没した。犠牲者数は乗員乗客合わせて1513人であり、 戦時中に沈没した船舶を除くと20世紀最大の海難事故であった。生還者数は710人だった。タイタニックとその事故はしばしば映画化されるなどして世界的にその名を知られている。タイタニックの造船計画は20世紀初頭に造船業としての勢力を保っていたハーランドウルフの会長ウィリアム・ピリー卿が1907年。 ロンドンのメイフェアの夕食会でホワイトスターラインの社長ジョセフ・ブルース・イズ・メイに大型客船3隻の造船を提案したことに始まる。ホワイトスターラインは当時白熱していた北大西洋航路におけるブルーリボン賞と呼ばれるスピード競争にはあまり興味を示さずゆとりのある快適な船旅を売りにしておりタイタニックもスピードよりも設備の豪華さに重点を置いて設計されていた。 もっとも、特等及び一等船出は贅沢な作りではある。ものの、船体仮想では、レシプロ蒸気機関の振動が響くなど、快適とは言い難い船出もあった。煙突は4本あるが、4番目は、厨房や蒸気タービンの換気用で、煙が排出されないダミー的なものであった。これは、船の美観を重視したためで、実際、4本目の煙突は、ダミー伊達であり、 乗客が持ち込んだペットを預かるスペースとして使用されていたという調査、証言もある。ボイラー室は6つあり、合計29基の石炭ボイラーが設置されていた。その後方には2基の3段膨張4、人筒レシプロ蒸気機関があり、左右の直径7メートルのスクリューを駆動していた。中央の直径5メートルのスクリューは、蒸気機関を通過した後の低圧蒸気でタービンを、 回して駆動するもので燃費を改善する目的があった。タイタニックには姉妹船のオリンピックとブリタニックが存在した。三隻体制は当時ドル箱航路であった北大西洋航海において他社との競争に打ち勝つためには実に合理的なものであった。タイタニックは一番戦オリンピックの造船とほぼ時期を同じくして寄港された。ブリタニックは タイタニック沈没の影響による設計の見直しを迫られ、大幅に遅れて寄港されたが、第一次世界大戦勃発によって、病院船として徴用され、商船としては一度も使われないまま食来により沈没した。オリンピックは輸送船として徴用されたが、戦火をくぐり抜けた後客船として復帰し、1935年に引退するまで使用された。 姉妹戦オリンピックと並ぶタイタニックタイタニックとオリンピックはほぼ同時期に竣工されたこともあり、外観や内装、サービス面においても売り二つであった。1997年の映画タイタニックではタイタニックの実が巨大な船であるかのように演出されていたが、当時はオリンピックが筆頭閣であり、タイタニックの紹介記事にもしばしばオリンピックの写真が使われるなど、 事実上オリンピックの陰に隠れた存在であった。その知名度が上がるのは皮肉にも沈没事故の後であった。先立って運行されていた一番線オリンピックの改善点の指摘を受けてタイタニックの設計は多少変更され外観もオリンピックと移動が見られる。特に目立つ部分は A デッキで一等先客専用プロムナードデッキがオリンピックでは 全体が海に面したベランダ状の吹きさらしとなっていたが、タイタニックでは中央部分から選手側の前半部分にガラス窓を取り付けてサンルーム状の半室内とされた。これは北、大西洋の強風や波しぶきから乗客を守るためであり、タイタニックはオリンピックよりもすっきりとした外観が2隻を区別する上での重要な要素となった。他にもオリンピックには A デッキ同様、B デッキにも海に面して全体にわたって、プロムナードデッキが設けられていたが、タイタニックでは廃され、代わりに数十室の一等客室が増設された。その上、プライベートプロムナードデッキの付いた、特等室が2部屋設けられた。また、一等船客専用の県南豪華なレストラン、アラカルトも規模が拡張され、パリのカフェをイメージした、華やかな、 カフェパリジャンが新設された。タイタニックの大きさの比較薄青はクイーンメリーに白い飛行機はエアバス A380 当初両姉妹船の総トン数は同じになるはずであったが一等客室の数が増えたために最終的にタイタニックはオリンピックよりも1004総トン増え46,328総トンになった。タイタニックには当時としては高度な安全対策が 施されていた。船底は二重になっており、船体も喫水船上までの高さがある、防水隔壁で16の区画に区分され、そのうちの2区画に浸水しても沈没しない構造になっていた。隔壁は G デッキより上の壁は手動であったが、仮想デッキのものは船橋からの遠隔操作で即時閉鎖できた。各区画にも手動スイッチが設置され、 15センチ以上の浸水で自動閉鎖される機能も備わっていた。そのため、不沈船として検電され、21世紀の技術水準から見ても本船は極めて安全な船であると言われている。タイタニックの遭難地点1912年4月15日1912年4月10日に、タイタニックはエドワード・ジョン・スミス船長の指揮の下、イギリスサウサンプトン港の専用埠頭 オーシャンドックからニューヨーク行きの処女公海に出発した。乗客乗員は合わせて2200人以上で、一等特別室の公開費用は6日間で4350ドルだったと伝えられている。サウサンプトン港の出港後、タイタニックのスクリューから発生した水流に近くを航行していた客船ニューヨークが引き寄せられたが、衝突はま一発で回避され、 予定通りフランスのシェルブールとアイルランドのクイーンズタウンに寄港し、アメリカのニューヨークに向かった。サウサンプトン港出港の直前に人事道があり、ブレア二等航海士が双眼鏡を二等、航海士キャビンにしまったことを、ライトラー一等航海士に申し送りせずに下船したため、双眼鏡が所在不明になり、会場の監視を肉眼で行うことになっていた。 4月14日は午前中から当該海,海域を航行していた船舶間で流氷群についての情報が無線通知されていた。その日、タイタニックも6通の無線通信を受信していたが、この季節の北、大西洋の航海においてはよくある現象だと見過ごされてしまい、クルー間の情報共有も徹底されなかった。さらに渾身が発生し、 衝突の40分前に近隣を航行するリーランド社の貨物船カリフォルニアンから受けた警告も雑音とみなされてしまった。タイタニックの通信士たちは前日の無線機故障のために散席していた旅客電報の発信業務に暴殺されていた。スミス船長は氷山の危険性を認識しており航路を通常より少なくとも18キロ南寄りに変更していた。 タイタニックと接触して沈没の原因となったと考えられている氷山。タイタニックの破片と同じ赤い塗料のようなものがこびりついていた。氷山の規模は写真からはわからない4月14日23時40分、タイタニックが北大西洋のニューハンドランド沖に差し掛かった時、見張りが450メートル前方に高さ20メートル弱の氷山を肉眼で捕捉した。 この海域は、暖流と寒流がぶつかる、境界面に位置するため、国際的にも海無が発生しやすい海域として知られており、当直ミハリンだったフレデリック・フリートの証言によれば、その時も海面には、もやが漂っていた。また、双眼鏡なしでは、月のない星月夜の静まり返った海の氷山の縁に、立つ白波を見分けることも容易でなく、発見した時にはすでに手遅れだった。 ただし、双眼鏡は遠くにあるものを大きく見る道具であって、暗いところを明るく見る道具ではないため、あったとしても闇夜では役に立たなかったとする見解もある。氷山は全体の10%程度しか水上に姿を表さないため、水面下で衝突する危険性がある。タイタニックが氷山と衝突する際の航路を示した図。青が選手の経路、赤が 戦備の経路であるフリートは直ちに金を3回鳴らし、ブリッジへの電話を掴んだ。応答したのは、ジェームズ・ポール・ムーディ6等航海士だった。ムーディは直ちに指揮を取る、次席1等航海士のウィリアム・マクマスター・マードックに報告した。マードックは即座に、ハードスターボードと相談員のロバート・ヒッチェンスに叫び、それからエンジンテレグラフに走ると、フレア・スターンの指令を送り、 喫水戦火の防水扉を閉めるボタンを押した。しかし、この時点で回避するにはあまりにも時間と距離が足りなかった。氷山まではおよそ400から450メートルであったが、22.5ノットで航行している船が停止するには1200メートルもの距離を必要とした。結果、船首部分は衝突を避けられたものの、右炎は氷山に接触し、動線は停止した。 この時、左舵を切ると同時に、機関更新をかけ、衝突の数秒前に、船舶の操縦特性である、キックを使うため右いっぱいに舵を切った。舵は、速力が高い方が効きやすく、速力を落としたために、ただでさえ効きの良くない舵が余計に効力を発揮しなく、なった。速力を落とさずにいれば、氷山への衝突は、回避できたとする説もあるが、 あくまで結果から見た推論に過ぎない。そもそも、衝突時には、かなりのスピードが出ていたと推測される上に、氷山発見から衝突までの時間は、せいぜい30秒程度しかなかったため、速度はほとんど変化せず、火事機器にも影響しなかったようである。なお、回避行動の定説となっている、フレアスターンの発令は生還した、ボックスホール4等航開士の証言を根拠としているが、 その証言は衝突後にブリッジに到着し、マードックとスミス船長の会話の中で発令を聞いたというものである。当時ブリッジ付近及び機関室に勤務していた他の生還者もエンジンテレグラフの操作音がしたことについての証言はあるものの、実際に何が発令されたかについて明言されているものはない。このことから、マードック、ムーディリオ航海士や、 機関長といった当事者が生還しておらず直接の証言がないこともあり、マードック公開士が前日の相談特性低下について把握していなかったとは考えづらいとして、機関室への指示がフレアスターンであったかを疑問視する声もある。映画などでは、防水扉の閉鎖は衝突後であり、幹部員はすぐ逃げ出したように描かれているものもあるが、実際に即時放棄されたのは、 浸水量の多い第六艦室のみであり、幹部、機関部員はその後も、船内照明や無線電信への電力供給、機関稼働、排水作業を続けた。ジョセフ・ベル機関長は、浸水状況が悪化した後に、職務からの解放を命じたが、機関部員、電気技師の全員をはじめ多くの者が、最下甲板に止まり沈没間際まで照明を点灯させ続けた。 解説付きのタイタニックの図面。緑が損傷を受けた箇所、船底の機関エリアは青で色分けされている。最小ユニットは10フィート、全長は400フィートである。受けた衝撃は船橋では小さく回避できたかあるいは被害が少ないと思われた。船と氷山との接触は10秒間ほどで、船体の波は数インチ。 総面積も1平方メートル程度であったことが海底探査によって判明している。しかし、右玄選手のおよそ90メートルにわたって断続的に生じた損傷が選手のご区画にもたらした浸水は防水核壁の上限を超えており、核壁を乗り越えた海水が次々と防水区画から溢れたことで選手から船尾へと浸水が拡大していった。また、損傷は 第六区画内にある第五管室にも達していたが、被害は右限線主側石炭庫への浸水のみであり、一時はポンプによる排水も成功したかに見えた。しかし、一時十分頃に突如第五区画側から水が流れ込んできたため放棄された。これは事故前に発生していた船内火災の影響とも水密隔壁に比べて強度が低かった石炭庫壁の損壊によって、 庫内の水が流入してきたものとも言われている。かつてはボイラーに冷水が触れて水蒸気爆発が起き、船体側面にできた波湖から大量に浸水したとする説が有力だったが、船体調査の結果ではボイラー付近にそのような波湖は確認されなかった。船体と氷山の衝突状況沈没に至るほどの損壊を生んだ原因として、 側面をかすめるように氷山に衝突したためとする説もある。船体に使われていた鋼鉄には当時の低い精錬技術のために不純物の硫化マンガンが多く含まれており、寒冷時には特にもろくなる性質だったことが最近のサンプル調査で判明した。現在最も有力視されているのはティム・フェイキやジェニファー・ホーバー・マッカーシーらが唱えた。 衝突の衝撃によって広い範囲のリベットが抜け落ち、その結果生じた後半の隙間から浸水したとする説である。ハーランドウルフの資料によると、設計上のタイタニックは300万本ものリベットで、船体の金属板をつなぐ構造だったが、姉妹船オリンピックと同時注文のためレベル4の鋼鉄製リベットが不足し、選手と船尾には、 ワンランクを取る鉄製のレベル3が使われた上、リベットの直径も、規定の25ミリ未満だった。また、リベットの本数が間引きされ、熟練工の不足のために不完全な、撃たれ方をしたものも少なくなかったという。2005年の海底探査で剥離した船底が、発見されたことで、衝突の際に、タイタニックは、水面下に広がる氷山の突起に乗り上げる形で、 船底にも損傷を受け、沈没時に船体が折れる原因になったとする、ロジャーロムの説も生まれている。スミス船長は、海水の排水を試みようとしたが、ごくわずかな時間稼ぎに止まった。日付が変わった4月15日0時15分、マルコー射規定の遭難信号 CQT を発信し、周辺の船舶に救助を求めた。しかし、現場からわずか10から17海里ほどの距離に、 停泊していたカリフォルニアンはたった一人の通信士が就寝中で無線を受信できなかった。事故後のサモン委員会にて同船船長のロード船長はもし事故を知っていたら最大戦速13.5ノットにて2時間程度でたどり着けただろうと述べるとともに同日0時頃に発行弾を放つ船が4マイル先を通過しているのを船長並びに複数の船員が目撃したが 発光信号を送っても無視されたと述べている。カナディアンパシフィックのマウントテンプルも遭難信号を受けて救助に向かったが、タイタニックから20キロ未満の距離の海域に到着した後に船長のヘンリー・ムーアが氷山を恐れるあまり消灯して停船し、雲が暮れしてしまったと記録されている。乗客の何名かはタイタニックの船体が折れる音を聞いたと証言している。 他にも、バーマ、フランクフルト、バージニア、バールチック、姉妹船、オリンピックなど様々な船が、遭難信号を傍受しているが、いずれもタイタニックから遠く離れた場所を航行しており、すぐには救助に向かえない状況であった。客船、カルパチア結局、58回り離れた地点にいた。客船、カルパチアが応答し、ボイラー破損のリスクを追いながら、高速で救助に向かったが、 船足の鈍いカルパチアが現場に到着したのは沈没から2時間40分後の午前4時であった。遭難信号については1906年11月3日にベルリンで調印された国際無線電信条約付属業務規則の第16条で遭難信号 SOS が定められ1908年7月1日より発行していたが事故直後は マルコーニ国際海洋通信会社規定の遭難信号 CQD を使っており、途中から国際条約による遭難信号 SOS を併用している。女性と子供を優先制作者不明の壁画タイタニックの沈没沈没が差し迫ったタイタニックでは、左縁はライトラーに投稿開始が、右縁はマードック辞席開始が救命ボートへのを指揮し、 ライトラーは一等船客の女性と子供を優先することを遵守したが、マードックは比較的男性にも寛大な対応をした。しかし、当時のイギリス商務省の規定はタイタニックに比して、はるかに乗客の少ない1万トン級船舶が主流だった頃に作成されたものだったため、定員分の救命ボートを備える義務がなく、もとより短時間で沈没するような事態を想定していなかったこともあり、 1178人分のボートしか用意されていなかった。これにはタイタニック気候直前の1909年1月に起こった大型客船リパブリック号沈没事故の影響も指摘される。この事故では他船との衝突から沈没まで38時間もの余裕があり、その間に乗客乗員のほとんどが無事救出されたことから大型客船は 短時間で沈没しないものであり、救命ボートは救援船への異常手段であれば、足りるという見方が支配的になったことも、口述するように犠牲者を増やす結果につながった。また、乗員が定員に満たぬうちに船から離れた救命ボートも多い。ライトラーをはじめとする多くのクルーがボートをダビットに吊るした状態で船が沈んでしまうことを最大の地軸としていたため、 できるだけ早く海面にボートを下ろし、原則にある乗船用扉を開いて乗客を乗せようと考えていたこと、クルーの多くがボートホールの扱いに不慣れであり、乗員の重さでダビットが曲がることを恐れたためとも言われる。事実、下ろされたボートには乗員が定員の半数にも満たないものもあり、結果として1500人もの乗員乗客が船に取り残される状況となってしまった。 沈没するタイタニック・ウィリースとアが浸水の影響で、タイタニックの船首は海没していき、反対に船尾が海面から高く持ち上がっていった。その結果、設計時の想定をはるかに超える負荷が船体にかかり、衝突から2時間40分後の2時20分、高温とともに船体は2つに折れてしまった。検証によれば、折れた箇所は構造上比較的弱かった。 後部大階段付近であり、引きちぎられるように折れた。デッキが多い客船は、沈没の最早期に転覆するのが常であり、タイタニックのように最後まで転覆せず、船尾が空中高く持ち上がり、余つさえその負荷により、船体が折れる事例は、極めて珍しい。電気系統は、船体が折れる直前まで稼働していた。二つに折れたタイタニックは、船首側がまず沈没し、 残った、千尾側はやや遅れて沈んだ。混乱の中で、救命ボートの転覆を恐れたクルーの瞬巡の末、救助に向かったボートはわずか一層だった。このボートは、ハロルドロー五島航海士が定長を務めていたが、準備を整えて、救助に向かった時、沈没からすでに三十分が経過していた。四月の大西洋はまだ水温が低く、人々が投げ出された海は、零下二度の冷たさで、 乗客の大半は低体温症などで十数分、二十分程度で死亡したか、または心臓麻痺で数分のうちに死亡したと考えられている。その中には赤ん坊を抱いた母親もいたという。二時間半後、到着した客船カルパチアが救助長を出し、海に浮かんでいた二人の生存者を救出した。そのうちの一人は浮遊していたドアによじ登り、 水に浸かっていなかったため体温低下の進行が遅かったものと見られている。驚くべき事例はもう一人のもので、全身が水に浸かっていたにもかかわらず生存していた。医学的検査の結果、内臓や血管などに特殊な所見はなく、唯一の違いは酒に酔っていたことであった。しかし、今日の医学では、アルコールはむしろ低体温症のリスクを高めるとされているし、 救助された後に亡くなった犠牲者の中にも同じように酔っていてアルコール血中濃度の高いものがいた。この生存者は平均して20分程度で死亡した遭難者の中で2時間も生存した稀有な例である。ニューヨークヘラルドの一面記事1912年4月15日付最新の科学技術の域を集めた新衛星の大事故は当時の欧米社会に 大きな衝撃を与えた。事故の犠牲者数は様々な説があるが、イギリス商務省の調査によると、犠牲者数は1513人にも達し、当時世界最大の海難事故と言われた。この事故をきっかけに、船舶、航海の安全性確保について、条約の形で国際的に取り決めようという動きが起こり、1914年1月、 会場における人命の安全のための国際会議が行われ、欧米13カ国が参加した。1914年の会場における人命の安全のための国際条約として採択された。アメリカでは船舶への無線装置配備の義務付けが強化され、無線通信が普及するきっかけになったとされる。ジョセフ・ベルラ機関員の勇敢な行動に感銘を受けたジョージ・コセイは、 英国王室のロイヤルカラーであるロイヤルブルーの使用許可を与え、機関人の検証に紫色が使われるようになった。タイタニックの選手1985年9月1日、海洋地質学者ロバート・バラード率いるウッズホール海洋研究所及びフランス国立海洋開発研究所の調査団は海底3650メートルに沈没したタイタニックの残骸を発見した。 2004年6月、バラードとアメリカ海洋大気庁はタイタニックの損傷状態を調査する目的で探査プロジェクトを行った。その後、バラードの呼びかけによりタイタニック国際保護条約がまとまり、同年6月18日アメリカ合衆国が条約に署名した。この条約はタイタニックを保存対象に指定し、異物の劣化と 違法な遺品回収行為を防ぐこととしている。海底のタイタニックは横転などはしておらず、船底を下にして沈んでいる。第三煙突の真下あたりで引きちぎれており、海上で船体が二つに折れたという説が初めて立証された。深海では通常バクテリアの活動が弱いために、船体の保存状況は良く、多くの内装部分が残っていると思われていたが、この地点は、 他の深海に比べ水温が高いために、バクテリアの活動が活発で船の痛みは予想以上であった。当初船体は叩きつけられるように海底に衝突し、船内の備品は元より甲板の小さな部品や窓ガラスすべてが粉々に吹き飛んだと思われていたが、船首部分には未だ手すりが残り、航海支出の窓ガラスも完璧な状態で残っている。船内には、シャンデリアや、 鏡、暖炉といった多くの備品が存在し、D デッキのダイニングルームには、豪華な装飾で飾られたお窓も割れておらず、ほぼ当時のままの状態で残存している。客室の洗面台に備え付けられていた水差しとコップ、食器棚に収められた皿、ストラウス夫妻の客室の暖炉に置かれていた金の、オケ時計は、沈没時の衝撃に耐え、現在でも沈没前と全く、 同じ場所に置かれている。このことから、選手部分は海底に叩きつけられたのではなく、選手の先端から滑るように海底に設置したと思われる。一方、船尾部分は大きく吹き飛び、見る影もない。現在のタイタニックは鉄を消費する、バクテリアによりすでに鉄材の20%が酸化し、二千百年頃までに、自重に耐えきれず崩壊する見込みである。それらのバクテリアのうち、 新種が2010年になって発見され、タイタニックにちなんでハロモナス・ティタニカへと命名された。海底のタイタニックにはたびたび潜水探査船による調査が行われた。特にタイタニックでは2台の潜水調査船やリモートコントロール探査機が使用され、詳細な画像が収録された。無断で海底の遺品を回収する行為も広く行われ、一部の遺品は 利益目的に販売されるなどされ、非難を集めている。事故原因をめぐっては、石炭火災による核壁の鉱材強度の大幅、低下説、蒸気のリベットの強度不足を主な原因とする説、後半の脆弱性を主な原因とする説の他にも様々な説がある。1912年の事故調査、左門委員会で石炭火災が取り上げられたが、沈没事故とは、 無関係とされ、大した火災ではなかったというのが定説だった。しかし、タイタニックの専門家であるセナン・モロニーによると、タイタニックの出航前の写真で、船体側面に約9メートルほどの焦げ跡が確認できるとされており、実際、タイタニックの石炭庫では、ベルファストの造船所の港を離れる前から、自然発火による石炭火災が起きていた。 石炭を積んだのは出港する3週間前である。また、当時はイギリス国内の炭鉱でストライキが起こっており、十分な石炭が確保できなかった。1912年4月10日、サウサンプトン港で乗客を乗せた時点で火災は消火できておらず、その結果、加熱された部分の鉱材の強度は最大で75%低下し、船体の構造の一部が すでにもろくなっていたことが沈没の主な原因で、4月14日深夜の氷山との衝突は沈没のトリガーになったに過ぎないと主張し、2010年代後半には注目される有力説となった。沈没事故の数日後のニューヨークの新聞に掲載されたジョンディリーというボイラーマンが鳩場で記者に話したことによると、という石炭火災の専門家によると、 ボイラー作業員160人のうちアメリカまで向かったのはわずか8人だけである。このように作業員が入れ替わったことは前例がない。また当時英国でタイタニック号事故調査、サモン委員会を指揮した委員長のジョン・ビンガムは不自然なまでに石炭火災の影響を無視し却下する審判式をしている。2010年9月に二党公開誌の チャールズ・ハーバート・ライトラーの孫、ルイーズ・パッテンは、イギリスのデイリー・テレグラフに対し、ミスがなければ、氷山への衝突を避けることは、簡単だった。氷山が近くにあるのを見て、パニックに陥った、ソーダ種が、間違った方向に舵を切ったと語り、基本的なソーダミスが原因だったとしている。記事によると、マードックが氷山を発見したのは衝突の4分、前。 衝突時に減速がほとんど効いていなかったとされることから氷山との距離は約2700メートルであったと算出される。これは十分に停止可能な距離であるが、マードックはソーダのみで回避できると判断し、ロバート・ヒッチェンズ・ソーダ手にハードスターボードの号令をかけた。この号令は、小船時代からの名残でダリンを左に回して、カジを右に動かし左へ急速回答するの意味で、 使用されており、タイタニックでも採用されていた。しかし蒸気船式の号令では、ダリンを右に回して、カジズを左へ動かし、右へ急速回答するを意味するため、直接砲で訓練されていた、ヒッチェンズ・ソーダはパニックに陥り、ダリンを右に回してしまう。ソーダのミスに気づいたマードックは、左回答に修正したが手遅れであった。更新一っが発生られたのは、 この修正時と思われる。同記事には、ブルースイズ名社長が、船長に、微速前進での航行を命令したことにより、船首に水圧がかかり、浸水が早まった。前進していなければ、カルパチアが到着するまで沈むことはなかったとの証言も記載されている。実際に、衝突直後に計測された現在位置と、沈没現場には、数回りの誤差がある。事故後、 ライトラーは海運会社の倒産を恐れ、調査でもミスを隠したと説明している。事故後、南アフリカのケープタウンの港湾町に任じられたヒッチェンズ総ダ氏は知人のヘンリー・ブラムラにタイタニックの事故に関して秘密を守るためにケープタウンまで送られたと告白しているが、関連は不明である。生存した船員が船長は いつもと違い、氷山の警告を無視した。性格も変貌し、船のスピードアップに躍起だったと、スミス船長に異常があったことを証言しているが、スミス船長の態度が、いつもとは違ったのは、諸女航海で、大西洋横断のスピード記録を出すためであったという、説がある。タイタニックが氷山に衝突したのは、大西洋最速横断記録を獲得しようと、 無理な航行を強行したことが事故の原因になったという説があり、根強く支持されている。しかし、1912年当時のブルーリボン賞を保持していたのは西回り東回りともにモーリタニアであり、その平均速度は26ノット近いものであった。両線の要目を比較するとであり、機関の性能から見てタイタニックはブルーリボン賞を獲得できるような能力を持っていない。 当時、ブルーリボン賞の獲得を目指した、モーリタニアのような高速船は、その莫大な運航費用を輸送する人員や、貨物だけでは賄えず、政府からの補助金によって運航が維持されていた。しかし、タイタニックを含めた、オリンピッククラス客船は、豪華さを売りにし、相当数を上げ輸送力増大や、機関出力を抑えての燃料費の低減など、 補助金なしで採算が取れる運航ができるように設計された船であった。このことからブルーリボン賞を獲得しようとして事故を起こしたという説の根拠は薄い。タイタニックが高速で航行した理由としてスミス船長をはじめ多くの船乗りが高速で氷山を突破した方が安全だと考えていたこと、石炭火災を止めるために燃えている石炭をボイラーに 投げ込んだため自然と船足が速くなったこと、当時イギリスの炭鉱がストライキをしていたため、ニューヨークに着けるだけの石炭しか手に入らなかったことが理由であると考えられている。事故年の初頭は大潮にあたり、大量の不評、氷山がラブラドル海流に乗り南下したという新たな学説が立てられた。船を所有していたホワイトスターライン社が財政難になっており、 タイタニックの保険金を得るために恋に沈めたという陰謀説がある。根拠としてタイタニックを管理していたのはホワイトスターラインであったが、その事実上の所有者は同社に出資していた国際海運商事の社長であるジョン・モルガンであった。モルガンはタイタニックに乗る予定だったが、直前に病気を理由にキャンセルし、代わりに別の大富豪の夫妻が乗船することになったが、 この夫妻もキャンセルし、結局ホワイトスターライン社の社長であるブルース・イズ・メイがこの部屋に泊まった。しかし、病気だったはずのモルガンが同時期に北アフリカからフランスにかけて旅行をしていたことが後に判明しており、イタリアでは愛人にもあっている。しかも、キャンセルした客の中にモルガンと非常に深いつながりが、ある人々が数名いることも判明しているため、 モルガンはこの処女公開中に何か起こることを知っていたのではないかとするものである。また、モルガンはタイタニックで運ぶはずだった私的な貨物も直前にキャンセルしている。さらに、リパブリック沈没事件で名を馳せたジャック・ビンズという通信士も乗船をキャンセルしており、降格処分で下船した航海士が双眼鏡をしまったロッカーの鍵を持っていた。乗船をキャンセルしたものが、 自分の貨物をキャンセルするのは自然であるという意見もあるものの乗船キャンセルの原因となった旅行の目的が何であったかは明らかになっていない。しかしこの事故は不注意な運行による予知しにくいもので仮に公開士たちが巨額の資金で買収されわざと氷山に衝突させたのなら航海士に死には出ないはずでありやはりこの説は憶測の息を出ないものである。なお タイタニック号への乗船を直前にキャンセルしたのは50人を、個数に、その他、カフなどを含めてと記されている。タイタニックには、姉妹船として、オリンピックがタイタニックより1年ほど早く北米航路に投入されていた。オリンピックはタイタニックが就航する前に2回事故を起こしている。この2つの事故を鑑みて、オリンピックは近い将来廃戦される予定だったのでは、 ないかというのが、船すり解説の論拠となっている。つまり、廃棄寸前だったオリンピックを、内装や、若干の仕様を変更させて、タイタニックに仕立て上げて、恋に氷山にぶつかったというのである。これら一連の陰謀説が唱えられる、状況証拠として、などが挙げられている。同型線とはいえ、オリンピックとタイタニックには、構造上の相違点がいくつかあり。 その最も大きな違いは、ボート甲板直下の A デッキの差である。また B デッキの一等船室の配置も数も異なり、オリンピックに比べて、タイタニックでは一等客の定員が大幅に増加している。オリンピックとタイタニックをすり替えるためには、オリンピックが座礁した2月24日から4月10日のタイタニックの処女公開までに、これらの工事を終える必要があり、 両船の船員全員を配置転換しなければならないこと、回収に関与する造船所の行員の数などを考えると、すり替えが成立する根拠は、ほぼない。タイタニック沈没事故の14年前の1898年に発表されていたアメリカ人の元船員、モーガンド・ドバートソンの短編小説、タイタン王の遭難、または、グコーザ・レック・オブ・ザ・タイタンの内容が、 タイタニック沈没事故に告示していたため、事故後、事故を予言した小説として話題になった。小説中のタイタン号とタイタニック号は、鮮明、大きさ、構造、航路、沈没原因などが類似、一致しており、当初は事件後に欧米で大きな売り上げを記録したという。しかし、事故後の改定時に、初版からタイタン号の重量と馬力が変更されている。 スラボイジジェクは、この一致を、ある時代が終わりつつあるという感覚が、当時の時代精神の一部となっていたことが理由と主張している。運んでいたミイラによる呪い説の書籍も出版されており、この中でミイラの呪い化という点に言及されている。このミイラは、1990年と2007年に、海外に貸し出された以外に、 大英博物館を出たことはなく、1912年にタイタニックに積まれた事実はない。なぜタイタニックに乗せられたという伝説が生まれたのかについては定かではないが、乗船客の中にこのミイラを知る者がいて、長旅の暇つぶしに他の客たちに話したのが、話を聞いた者が生き残って、尾ひれをつけて広めたのではないかとされる。購入者はイギリス人の旅行者で、購入後に、 様々な不幸を体験したとされる。人手を渡り、大英博物館に収められることになったのだが、大英博物館の公式記録では、最終的な寄贈者しか記録されておらず、それ以前の経緯は、ツタンカーメンの呪いと同じく噂の息を出ない。なお、不幸のミイラは、現在も大英博物館に収蔵されており、詳細なデータについては、大英博物館のサイトで確認することができる。 タイタニックの主な乗員は次の通りである。船長エドワード・ジョン・スミス自席一等公開し、ウィリアム・マクマスター・マードック・ウォレス・ハートリーラ、バンドメンバータイタニックの著名な乗客は次の通りである。アメリカの財閥アスター家の一族で犠牲となったジョン・ジェイコブ・アスター4世と生還したその5歳、マデリン。新婚旅行の帰りだった。不人の女。 モリー・ブラウン・ホワイト・スター・ライン社長、ブルース・イズ・メイ1912年4月21日、メジャーリーグ・ベースボールのニューヨーク・ハイランダーズと、ボストン・レッドソックスは、亡くなった乗客の遺族たちのためにポロ・グラウンズで、事前試合を開催した。タイタニックをめぐって、多くの作品が発表されている。主な作品は、次の通りである。ありがとうございます。